アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。11月10日木曜日のダイジェストです。10日の午前中は朝のルーティンと諏訪教室の構想、午後は諏訪教室の構想、夜は夜のルーティンと水彩画と動画編集です。これは翌日に編集している動画です。タイムラインはライブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばすタネット研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが4667歩なのでできてないですね。はい、すいません。8時間睡眠ゆとりさんとマリナトレさんで運動をしました。オレンジ色がお休みをしていて、黄色が水彩画を描きました。動画の編集とブログも描きました。黄緑色の拡散が OB や保護者様とのご連絡、ボランティアをしてくださる方たちですね。それから Twitter と Facebook が2つずつ、 YouTube で動画を作って、ノートとホームページとアメーバーとブロガーと LINE ブログに、ブロガーでシェアをして、 LINE ブログで日記のタイムラインを上げています。 Instagram 1つ上げました。緑色がガーデニングで、バラ の, あの枝切りをしました。水色が夢を語る、計画をする、空の写真、諏訪教室の青写真と、ここのところ水色が増えてきましたね。ロマンとか勇気とか挑戦とかの才能になります。青色が暗記暗唱、紫色がルーンとタロットカード、写真撮影、ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整えて誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色がお料理、皿洗い、洗濯整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、両学長さんの動画2つ見ましたね。茶色が漫画を読んで、黒色がお休みをしていて、灰色が日めくり、白色が、掃除のりとお経六歩、はい、お香、お祈りで、金剛院さんので読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育ってたかということですが、諏訪教室の青写真を描いて、黄色のクリエイターの才能と水色のロマンの才能を育てました。ボランティアをしてくださる方々と連絡を取って、黄緑色のコミュニケーションの才能を育てました。今日の自分観察ということで、30年前に今の家を建てる時にもものすごい時間を費やして図面を描いたりやることを書き出していたんですけれど、60歳手前からこんなことを始めるなんて思いもしませんでした。今日は諏訪教室の構想に1日かかりきりでした。座りっぱなしで集中するから膝も腰もだるくなります。絵を描く時もそうですけれども、ハマると何時間でもやっています。人の話も耳に入りません。もうどうにも止まらないっていう感じです。資金0円からの教室作りになります。貯金はないですし、借金もしないでやろうと思います。さて、どうやって改装費用を作ろうか。ここは一つやることをやって、自分の努力は精一杯して、あとは宇宙にお任せとしてみようと思います。まずは工房で物を作って売るところかな、またはお教室で、月謝をいただくところから、それからクラウドファンディングとか助成金を申請してみるとかですかね。資金が調達できなければ、いらない活動なんだろうし、自分が幸せになって世のため、人のためになる活動ならば、必ずお金や人の協力が得られるはず、そう思っています。そう思っている間にも、掃除や DIY をボランティアで助けてあげるよ、構造体見てあげるよというご連絡をいただき、ただただ感謝です。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしほ。
イラストは沖祖、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。今日これからまた、オクラの掃除と、別宅の整理掃除と頑張っていってきます。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。